シェナの休みの日もどっか行こう。楽しみすぎる。おこぼれも行こう。どこ行きたい？なんか今回行ったところで行きたいところあったりとかしたら、そこももう一回行って、別のところが良かったらまた別のところも行くべきする。シェナが。ゼラララさんもありがとう。おこぼれも週1ぐらいでいるかな。アブリみんな行きたいって。アブリは行こう。アブリは行こう。うまいもんな、シナも大好きだもん。髪上げてみて。今日ロしてるスタイルだったらやだ。皆さんほらありがとう。歯磨きしてる真似をお願いします。ペソペソペソ。楽しみだな。どうしようか。持たないかな、来週まで。1週間あるんだけど。持たない気がするな。どうしよう。嫌になっちゃうな。美しい、ありがとう。こんにちは。元気です。ありがとう。日本から日本へ。
んぽんぽん、ウェルカムさん、ほらありがとう、よし、おはよう、こんばんは、こんばんは、おはよう、私わかるよ、毎回確認するね、不安なの。リゾートキャバクラって高いんですか、セット料金がって話。ハローフロム、ハローフロムフスイス、ハローフロムジャパン最低。そうそう、セット料金とか安いと思う。うちの店は1人できたら1セット6,000円、2人できたら1人4,000円、3人以上で1人3,000円で1セットだ。でそれでプラス締め料同伴ドリンクが各1,000円ずつで、タックスとサービスで20%だね。カブトムシのピアスじゃない、それは安いですね。うん、高くないよ。シングルチア、シングルチア、あるいはシングルチア、うん、カブトムシ、イエスそう。あーほら、うるさいな、ほら、みんながうるさいこと言うからさ静かにしてて、あと10分間の制限だよ、これ。今度行った時、遊びに行きます、待ってるね。これ一回やり直そうかな。そうだよ、最悪だよ。これじゃあすぐやり直すからさ、みんなすぐ来て。